まあ大変にこの今日あたりは本当に春という感じで、これから行楽のシーズン、海へ山へと皆さんお出かけになります。よく私たちがお話ししますんで、山へ行くというのが、まあ今これは大変スポーツね。で山もあのなんですね、ごく高い山へ登るなんということをあの専門の方はやってらっしゃる。私はある大変なこの専門家の方と対談をしたことがありますが、その方の指を見て驚きましたね。グローブのような、顔は大したことない、ほっそりしたらしたそれがもう手だけがやたらすごい。どうしてこういうふうに大きくなるんですかって言ったら、やっぱりこの岩のこう角をこう握ってグッとこの本当に指先だけでもって体をギュッと引っ張り上げるんですってね。すごいもんですな。だからあんまり力を入れるからこの爪が浮いてきちゃうんだそうですね。これはもう痛くて痛くてしょうがない。だからどうするかっていうと、降りてくるとあの浮いているこの爪を元に戻すためにこの絆創膏やなんかでしっかり止めてまた元へ戻すね。そんな思いをして一生懸命に登るんですよね。ね、登ったってしょうがないと思うんですがな。ね、よく言う言葉で、なぜあなたは山に登るんですか、そこに山があるからだという有名な言葉がありますね。山あったっていいんですよ別に。山の方はね本当に迷惑してるんです。あれテレビで見ているってとすごいですね。ヘリコプターでずーっと山のこの頂上付近をこう撮影しておりますがね、はあ、またああいう山ってのはいかめしい格好をしておりますね。まるで一面この銀世界、そこにこの雲やなんかたなびいてて風がピャーッと吹いてくるって言うと、あの雪がもうまるで煙のようになって舞い上がってるね。でアナウンスがこうちゃんと入りましてね、人を拒んでいるこの自然なんて向こう嫌がってん嫌がってと無理に行こうとするの、ね、だからそれはどうしたってうまくいかないなんてことも起きるんでしょうが、まあ、山なんていうのは何ですね、ほどほどのところを登っているってと楽しいですよ。私なんぞも、高尾山ですとかね、あの話のこともあるから一つ登ってみようなんてんで、愛宕山へ登ったことがありますがね、あの辺はいいですね、周りがこの大変に穏やかで、まあそこはこう登っていく、初めのうちはちょいと急なんですけれども途中から楽になったりなんかして、でこう上行って、そして、お賽銭をあげて拝んで帰ってくる。なかなかあれいいですよ。ああいうもんならいいけれども爪が剥がれるような思いがしてね、山に登るというのはどうもいただけませんですが、昔はこの山に登るとなるってえとみんな新人で登ります。ですから一人や二人、そんな数でもって登るなんてことはない、団体いわゆるご一行様で登ってまいります。これを甲住あるいは甲なんてことを言いまして、世話役さんが甲本さん、まあ大概はこの甲本さんというのは先達さんの役を務める、まあ、先達という言葉も近頃あんまり使わなくなりましたが、先に達すると書きますね。ですから先に登ってって頂上へ行くてぐらいですからね、いわゆるこの引率者ですね。今先導士なんという専門職の方がいらっしゃるようですけれども、でまあこの先達ちゃんに引き入られてゾロ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 と山に登って行ってお参りして帰ってくる。まあ、江戸からですってと富士参りですとか、あるいは道領村ね、でまたこの大山なんてところに参りますが、この大山というところが一番人気があったもんだそうですね。であそこのこの神様は博打の神様なんて俗に言われておりまして、ですから博打打ちですとかお職人あるいは飛びの者やなんかがよく出かけていく夏場のことですね。出かける前に一七日と申しますから1週間の間水掘りをいたしまして、小石川の関口ですとか、あるいは両国に堀場というところがあって、そこでもって裸になってね一生懸命掘りをする、いわゆるこの水掘りをするんですね。体清める。でこの1週間この体清めて精進潔斎をして、もう本当にこう敬虔な気持ちでもって山に登ってってお参りをして帰ってくる。これはまあ新人ですからごく当たり前のことなんですが、中にはこの新人はどうでもいいというのもいるんですな。今年はおめえ大山付き合いな、やら。どうして、やだよ、俺。新人嫌いなんねん。んなこと言わねえで行きなよ、おめえ。帰りに藤沢でもって女郎かん。いい女揃ってんぞ。ケッツくんの嫌になっちゃうよ。そうか、じゃあ行こうか、なんて。まあ、こういうような混ぜっ返しで行くやつも多くおります。ね。まして、気の荒いこの江戸っ子連中を引っ張っていくんですから、先達さんってのは大変な苦労があったそうですが、そうだ、もっともっともっとこっち、もっとこっちお入り、もっと、障子取っ払っちゃって、障子を風がスッと入ってくるからな、あそこにまた座れるだろ、ああそれでいいそれでいい、あいやあのね、みんなに集まってもらったのは他のことじゃないんだよ。今年もねいよいよまたお山することになったんだがね、かみさん連中からちょいと苦情が出ていてね、
それというのがお山している時に町内にあらかた男っ気がなくなっちゃうだろ。そうするとね、見慣れないくず屋が入ってきたり、妙な野郎がうろうろしてね、うちの中覗き込んだりなんかして、気味が悪い、心細いってこう言ってるんだよね。だからお山するのは結構だが、今年は誰か頼りになる人一人残してってくれと、まあこう言われてんだね。まあ聞いてみるってともっともな苦情だった私は思うよね。そら山へ行く方だってさ、うちの方でなんか留守の間に間違いがありゃしないかとなるってと心配でおちおちお山もできねえってやつだね。だから一つ、今年はね誰かに残ってもらおうと思って私もいろいろと考えた。これは難しいよね。やっぱり頼りがいのある人でないってといけないってやつなんだ。熊さん、ちょっとこっち出てきてくれ。何？お前さん今年ねこの町内に残ってちょいと睨みをこう聞かせててもらえないかな。ええ、お前さんなんざ睨み聞かすにはいい顔してるよ。ええ、まみは太いしさ、目はギョロッとしてるしね、鼻はあぐらかいてるし口は大きいし、その顔でもってこうやってねまみあげさげしててもらいたいんだね。そうするって言うと変なクズやなんかが寄ってこねえから、一つ残って頑張ってくれよ。いや、ええ、やだよ、冗談言っちゃいけねえ。ええ、千田ちゃんの前だがね、頑張るなんてのはそんなもんじゃないよ。ね、祭りの時に他の町内のみこしがね、みきしょに暴れ込んでくるから頑張っててくれって言われりゃ、こっちは体張ったって頑張っちまうよ。クズや相手に誰が頑張るんだよ。やだよ、俺行くよ。ね、それじゃ留守番じゃねえか。んなこと言わないでさ、ね、残ってくれよ。お前さん腕っぷしが強いしさ、ね、一番頼りがいがあるんだよね。うん、神さん連中が安心するから、やだよ、俺どうしても行くよ。他のもんに頼んでくれ。他のもんじゃいけないんだ。お前さんでなきゃならないんだよ。いいじゃないか。この町内のためだから、やだよ、俺どうしても行くよ。楽しみにしてたんだからね。連れてってもらうよ。にまあ、じゃあ何かい、どうしても引き受けて遅れてないかい。遅れてね。あ、そう。じゃあしょうがないね。本当のこと言おう、実はねそんな苦情は出てないんだよ。え、私がお前さんにお山を遠慮してもらいたい。うん、どうしてだい。毎年お山行くだろ。え、必ず喧嘩があるんだよ。新人でお山してんのに喧嘩してちゃ何もなんないね。その喧嘩があったよとお前さんが元で始まるのね。相手変わって主変わらずだよ。お前さんが行かなきゃ喧嘩になんないんだよね。だから遠慮してくれってんだよ。じゃあ結婚しなきゃいいじゃねえか。しなきゃいいじゃないかって、お前さんここじゃそう言ってんだよ。向こう行きゃやるんだよ。ちょいとしたことでもってカーッと頭に血が昇る人なんだから、大丈夫だよ。俺喧嘩しないよ。大丈夫だよ、連れてってくれ。いや分かんねえな。喧嘩しねえついてくるじゃねえかよ。それがいけないんだ。人にちょいとなんか言われるってとそうなるだろ。だからよしなってんだよ。だ、大丈夫だよ、俺喧嘩しない、ね、しないよ、本当だよ。何言ってんだよ。俺は死ねえとなったらどんなことあったって喧嘩しないよ、本当にね。男だ、江戸っ子だよ、こっちは。一旦歯の外に出したことは負けたことはねえんだよ、どんなことあったって俺は喧嘩しねえんだから。お前さん、そんなとこ叩いたってダメだよ。お前さん去年もそこ叩いてたろ。向こう行って喧嘩したんだよ、ね、毎年そこ叩いてる。だんだんそこの根だ傷んできちゃったね。当てんなんね。いや、大丈夫だよ、千田ちゃん、頼むよ、連れてってくれ。いいじゃねえか、本当に喧嘩しねえから。分かった、じゃあこうしようね。口でそんなこと言ってだって当てにならねえからね。決め式をしよう。いいかい、熊さんだけじゃないよ、他のもんもそうだ。いいね、向こうへ行ってね、酒飲んでぐずぐず言ったりね、喧嘩の元になるようなことをしたり言ったりしたものはね、みんな二物取りますよ。いいね、うん。それから暴れたものはみんなで寄ってたがって坊主にするから、いいかい、そのつもりでいておくれよ。あんてんで大変なことが決まりましてね、一部二種あるってえと所帯が持てた自分二部というのは大きいね。だからうっかりこの腹は立てられない。また曲げというものを大変に大切にいたしました。よほどのことでないってえと頭を丸めるなんてことはないね。この通り頭を丸めてきたんで、どうぞ一つご勘弁願いますなんてなことを言ってえと、命に関わるようなことでも詫びがかなったなんてことを言いますね。ですからみんなもうおとなしくて何の揉め事もなく無事にお山を済ませまして、さあ帰り道泊まりを重ねて神奈川の宿に一泊することになった。神奈川から江戸までは七里でございます。もうごくわずか、
明日いよいよ江戸へ入るんだとなるってえと気の緩みね、今までカーって我慢していたやつが宿に着いて湯に入って酒でも飲むってえと、これはもうまともに収まるわけはございませんでね。おう瀬戸ちゃん、どこにいるんだい瀬戸ちゃん。はい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 。なんだい、私はここだよ、ここだここだ。あ、いたいたいた。お、こっち来い、こっち来い。瀬戸ちゃん、そんなところで何してんの。え、何してんだい。何してんだって見りゃ分かるじゃん。うん、私はちゃんと日記つけたの。日記も発火もねえんだよ本当に。そんなことしてねえで、どっかこう見回ったらどうだ。見回ったらなんかあるの、なんかあるのかいじゃねえ。喧嘩を始まってんだよ。喧嘩なんだい、今まで何事もなかったのにな。誰だい、熊の野郎が暴れてんだい。やっぱり熊公かい。しょうがないね、あれだけ言っといたのに。相手は誰だい。俺だよ。お前さん、またどうして相手になるのかって言われたってね、こっちだって鼻から相手になろうと思ってたわけじゃねえんだよ。え、人間っていうのはね、我慢のできねえことってのはあるもんだよ。え、いや今俺はね、ここにいる犯行と二人と思って湯に入ってたんだよ。え、ところがこのうちの湯はまた攻めえと来てやんだ。湯船なんぞ二人入るってえといっぺんになっちゃうん。そこにこうやって二人で入ってたら、あの熊の野郎がヘベレケに酔っ払って入ってやったんだ。悪い野郎が来やったなと思ったんだけどもね、まあしゃあねえやね、かまっちゃいけねえと思って知らん顔してたらね、おう、俺がヘールってこう言うんだよ。え、俺がヘールったって見りゃ分かるじゃねえか、二人でいっぱいなんだからな。今俺すぐに出るから、ちょいと体でも洗って待ってねえって言ったら、いや俺は待ってねえってこう言うんだよ。まあ逆らっちゃいけねえと思うからしょうがねえなと思ってね、この犯行と二人で体こう小さくしてね、前の方を少し上げてやったの。そしたらすごいね、あの野郎がね、こんなに大きな煙くず野郎のケツをね、胸にカーッと割り込ましてきて、俺たちが小さくなってんで、野郎だって少し加減すりゃいいのに、ふーん乗ってね、大きな格好しやがってさ、そのぐらい歌まで歌うんだよ。歌ぐらい歌わしてやってくれよ。それは構わねえんで歌ったって、でもしねえ声を無理にね、ふーんなんてのことやるからさ、途端に野郎一発やれやがったんだよ。湯の中だからたまんないよ。ボコ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 って上がってきやってさ、俺の鼻先でパチンと白くて、間の悪いって切ったらしょうがねえもんで、こっちは息を吸い込む時だ。残らず知っちゃったんだよ。俺らまくせえの何のったって、やいこんちゅう汚ねえ真似するなって言ったらね、何が汚ねえんだい。出物貼るもの所切らずだ。仕方ねえじゃねえか。俺が俺のものを捨ててんだ。なあ、てめえにぐずぐず言われることはねえ。それよりもてめえは俺の部屋を断りもなしに黙ってかんやがって。今嗅いだ部屋を返せってこう言いやがんだよ。尺に去ったから後ろからドアしつけてやろうと思ったんだけど、いや腹立てちゃいけねえと思ってね、我慢してたらそのうちに野郎がね、ああこんなぬるくってぬるくせえ湯には入っちゃいられねえってやってね、さーっと出るときにわざと足をカーッと回しやがってね、人の頭ドーンと切れやがったんだ。おう待て、なんでこの師匠、足癖の悪い野郎だったら何を言ってやんだよ。俺がただ出ようとしただけで、てめえの頭はそこにあったからだ。蹴飛ばされた悪いような頭だったらなぜここに持ち込むんだい。帳場に預けてこいって、こういうこと言や。もう我慢がならねえから、こちしゃーってんだして飛び出してってね、そこにあった手桶でもって野郎の頭をパッ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 、ちょっと待ちなよ、お前たちの話を聞いてるってえと体が痛くなら、ねえ、はあ、オケで殴ったのか。いえそうじゃねえんで、殴ろうと思ったら野郎にひったくられて、こっちは殴られたんだ。お前さんも弱いんじゃねえんだよ、野郎が強すぎるんだよ。ねえ、もうどうにもしょうがねえ、暴れたら、いくら二人と思って何とかしようと思ったって、とてもじゃねえが力じゃかねえだろ。しゃあねえからこっちは逃げてきたんだよ。まあ、これはね、こっちは腹立てたの悪いよ。喧嘩のきっかけ作ったの悪いから、いいかい。そう、先頭ちゃん、これ二分払いますよ。すまない、その代わりね、あれやろ、寄ってたかって坊主、おちょいと待ってくれ。いや、それはね、お前さんが腹が立てんのは分かるよ。分かるけれども、いいかい、今まで何事もなかったんじゃないか。明日いよいよ江戸へ入るんだろう。ねえ、もう一向のうちに一人だけ坊主だよな。ねえ、私がついていながらちょいと具合が悪いよ。まあ、勘弁、いや、ただ勘弁しろとは言わないよ。あれが酔いが覚めたらね、みんなの見ている前でお前さんに手をついてちゃんと謝らせるから、それでもって一つ勘弁して、んなこと言わない。まあ、ってんで一生懸命並べているってえと、また奥の方でサンダッチャーンと呼ぶ声がする。また誰か喧嘩始めたのかと思って急いで飛んでってみるってえと、そうじゃない。お座敷にずらーっとお膳が並んでおりまして、おう先達、あなたが座ってくれないってえと他の者は座れませんよ。まあってんでしょうがないから座るってえと、どうもこの度はご苦労様でございました、お疲れ様でございました、お世話様でしたってんで方々から酒へ刺さる。こいつを受けちゃ返ししているうちに気にはなっていたんですけれども、酔いが回ってきたんで、ふっと忘れかける途端に、こんばんはなんてんで芸者衆がわーっと入って、一気に座敷は陽気になってしまいましたね。はあ、犯行、ここだよ。行ってきた、貸し
すぐだ。帰ってきた。ね、何にするんです？ってこう言うからね。ああ、ちっといい大人になってよ。女に会いに行くんだったら気をつけなさいましよ。あんたんでな、え、貸してくるって、どれ、え、切れそうな感じするんだぜ。どれ、こっち貸してみろ。ああ、こらいいや。こらよく切る。え、あのな、みんな下で持ってどんちゃんどんちゃん騒いで、え、見てたら熊の野郎がな、フラフラにならかって中二階に上がってったよ。え、座敷にダーンと大の字になってひっくり返って指かいて寝てるんで、ちょうどおあつらえ向きだ。今のうち、さあ、こっち来い。みな、さんざん暴れやがってくたびれたってんで、どうだいこのいびき、死んだようになっちゃう、寝ちゃったのよ。ありがてえな、これじゃ途中でな、目を覚ますなんてことはね、大丈夫、心配することはねえ。みなよ、枕元におめえ酒を置いてるよ、ちゃんとゴンゴーどっくり起き上がって犬も置いてある。目が覚めたらまた一杯やるってんで、暗い血が張ってやるってんで、ちゃんとにどうな、お、そうだ、いけねえいけねえ、カミソリだけじゃダメだよ。ああ、頭締めさないって言うとな、このままガリガリやったんじゃ、いくらよく寝てるったって途中で目覚ますから。目覚まされたら大変で、こっちは坊主にされちゃうよ。だからあのね、ちょっとなんか水かなんか、いいよ。その酒で締めしちゃいなよ。そう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 。あ、そうだそうだ。いいところよ、お前気がついたな。こんだこんだ。な、な、野郎はね、てめえでもってよ。飲もうと思って支度しといた酒でもって、頭締めされて坊主にされようとは思わねえだろ。ざらみやるとな。どんな酒持ってきやったの。いい酒だよ。宿んじゃねえ。さっき俺たちが飲んでるのとまるで違うよ。どっか表行って買ってきやったんだ。こういうことになるってやつ豆になんだからな。いい酒だよ。ほらいい酒だよな。何してんだよ。おめえの腹は示したってしょうがねえんだよ。やろうなとも分かってるよ。まだあるんだから心配するね。それよりよ、誰か上がってきて止められるってえと何もなんねえから、そのはしご段のところでよく見合ったらよなんてんでね、酒でもって頭を示して、あっ、熊公の頭きれいに丸めちまった。おい、こっち来い、こっち来い、出来上がった、出来上がった、肉てえな坊主が出来上がったぜ。おい、その曲げな、そっからなパーンと表放り出せ。いいか、中途半端とこへ放るなよ。塀なんかに引っかかっちゃう具合があるからな。向こうの方へパーンと、そうそう、よし、それでいい、それでいいな、大丈夫だ大丈夫だ。おで、このまんまだってえとな、途中でまた誰かが見るってえと騒ぎになるから、いいかい、なんか上からかけとこ。おその戸棚開けてみな、なんか入ってやしねえか。かや、お持ってこいだ、そのかやこっち行かせ。上から蚊帳をかぶして下へ降りてって、知らん顔でみんなと一緒になってわーってんでどんちゃん騒ぎになりましてね。さあ明くる朝、お膳を一人前、二人でうまい具合にこのごまかしてしまう。誰も熊公のことは気がつきません。先達さんが宿の払いを済ませる。毎度ありがとうございます、また来年もよろしくごひいきに願いますという宿屋のせりを背中に聞いて一行が立ってしまう。ちょいとおんめさん、お前さんすまないけれども中二階の方お願いしますよ。はーい。もう本当にやんなっちゃうね。もうお山自分のお客てえのは乱暴でしょうがないよ。ねえ、もうみんなでもってまあ喧嘩はするしさ、他はもうそうねえ、ご覧なね、この散らかし放題散らかして乱暴だったってありゃしないんだから、やだねえ、まあ蚊帳を放り出してさ、ちゃんと畳んでしまっといたものをそういうことをするんだからね、本当にこう厄介なんだよ蚊帳てえな。本当、あら、なんか下に入ってるのかね、重いじゃない、もう本当にしょうがないねえ。どちょいとお姉さん、なんだい、どうしたんだい、ちょいと上がってきてくださいよ、変なんですよ。どうしたんだよ。何、お坊さんが寝てますよ。お坊さんが、あら、まあ本当だ、ちょいとどいてごらん、あらあらあら、まあ本当だね、ゆうべお坊さんのお客様なんかあったかね。ありませんよ、なかったね。おかしいじゃないか。だけどちょっとこの人なんか見たことのあるような顔だけども、わかったよ、ちょいと、この人ほら、ゆんべ喧嘩してた人、湯殿で暴れてた人だよ。だってあの人もお姉さんお坊さんじゃなかったですよ。いや、お坊さんじゃないけどさ、肩のところご覧、上髪の入れ墨があるじゃないか。この人に間違いないよ。だけどどうしてこれお坊さんになっちゃったんでしょうね。
うん、いやきっとね江戸を立つ前にもう坊さんだったんだよ、ね、なんかしくじりがあった頭を丸めてさ詫びをしてね坊主じゃお山ができないからってんでカツラかなんかかぶってきたんだよ、ね、暴れてどっかに飛ばしちゃったんじゃないかい、はあ、じゃあきっとそうですね、さっき立ったばかりじゃないかお仲間残されちゃったんでかわいそうにさ起こしてやんないと、もしあのお客様もしお客あとねえあったあったあギラギラよあうんおあよくれたあーだあ掃除会すまねすまね今すぐ片付けよあちょっと待ってくれなあちょっとタバコも取ってくれいい起き抜けだからよあどうもね一服しねってと目は覚めねえなああすまなかったすまなかったいやゆんべ飲みすぎちゃったよわけわかんなく酔っ払っちゃったなどああ体も痛いやだうーおーどおいい天気だな旅先でフライブってのは一番嫌なことだよなあ少し残ってやるな。いや、でもね、うん。ああ、心置きなく飲んだ酒が残るってのはね、いい心持ちにファーっとしてんだよ。これでまたちょいと迎えをやるってと、またいい心持ちになる。へへへへへ。いつまで笑ってんだよ。なんで、二人でもって顔を見合わせてクスクス笑ってやる。嫌な笑いをすんじゃないよ。うん。何をおきれいでござんす何やんやん。つまらねえ政治言うね。男に言う政治じゃねえよ、きれいだなんてな。なあ。さっぱりしたでござんしょ別にさっぱりもしねえけど。何お坊さんがお坊さんなんて言いやしねえじゃん。あなたが坊さんです何が入ってんおめえたちは何にも知らねえんだね。坊主てえな頭に毛のねえのを言うんだ、俺なんざおめえ曲げが自慢だ。こう見つくれ。ほら。おい。これ誰の頭だ俺のちょっと待って。どういう。おい。俺あの、ゆんべ暴れやしなかったから大変でしたよ。もう大喧嘩して湯殿と思ってもう大変な暴れようでしたよ。やった？やったかい？そうか。気をつけてはいたんだ。酔っ払っちゃってなんだかわけわかんなくなっちゃったんだよ。そうかい。どうもそういや体痛いと思ったんだ。暴れたのか。じゃあみんなで寄って下がって人のことを坊主にしやったんだ。なあ。いくら決め式だからったっていいじゃねえかな。もう明日ね江戸へ入るって晩なんだからさ。なあだな。どうもじゃあ今自分飯でも食いながら笑ってやんだろみんなで。立った食っちゃったのかい。ひでえことしやがるじゃねえかな。あらこっちは決め式破ったんだから坊主にされるのは仕方がねえけど、何も置いてきぼり食わすことはねえじゃねえか。ひでえこと。ちくしょうおめえ本当に。よし。おう。いつ頃経ったんだ。まだ間もねえ。半年経ってねえ。よしよしよし。わかった。じゃあすまねえけども、顔そり作んねえ。勘定済んでんだろうな。江戸まで通しだぞ。お姉さん、すまねえが、酒、冷やで構わねえから一本持ってきてくれ。すぐに顔を洗って支度をいたしまして、新しい手拭いを出すってえと、これで米屋かぶりという形に手拭いをかぶりまして、頭は包んだ。お待ちどうさまってんで、酒冷やで持ってくるってえと、こいつはキャーッと飲む途端に、おかんが参りました。ありがとうよ。姉さん、こいつ取っといてくれ。なんてんで、何がしか置いて下へタン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 と置いてくる。お待ちどうさまでした。おう、かごやん、すまねえがな。江戸まで通しだ。下がってはるのへ。いいか、ちょいと飛ばしてくれよ。かしこまりました。かごや肩入れるってえと、おお、逆手は聞いておりますから、はい、はい、はい、ってんで飛ばす。熱いのを我慢して、両方のかごのたれを下ろしてしまう。みんなはブラ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 歩いているところを追い抜いて先に江戸へ帰ってまいりました。おう、今帰ったよ。あ、お帰りなさい。まあ、早かったじゃないかね。日の暮れ方になるって話だったろ。お前さん一人かい？俺一人なんだよ。どうしたの？まあ、なんでもいいんだよ。あのな、
おめえちょっとこれから町内一回りしたな、あの今年お山行ったところの神様もな、残らずここにちょいと呼んできてくんね。なんでもいいんだよ、ちょいと話していいことが、ぜひともここへ集まってもらいてえと。いいかい、先達さんの姉さんとこから始めに回るんだぞ。いいか、急いでくれよ。はい、どうもご苦労さん。いやいや、そうなんだよね、熊さん一人が先に帰ってきたってんだ。なんだろうね、みんなのところにも行ったのかい。熊さんとこのおかみさんが、うん、なんかね話があるってんだよね。気になるじゃないか。いやいや、あのね、岸辺がついているんだからさ、間違いはないと私は思うけどね。うん、そうなんだよ。おや、まあみーちゃんにふーちゃんにおよしさん、おかねさんに、まあおつやさん、どうもご苦労様。みんなのところにもみんな、ああそう、じゃあ行ってみようじゃないかね。うん、一人で帰ってきてるってから、なんだろう、あら本当だ、帰ってきてるね。どうも熊さん、お帰んなさい。兄さん、お帰んなさい。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 どうぞどうぞ。まあまあ、こっち上がって、こっち上がって。まあまあ、挨拶はどうでもいいや。もっとずっと詰めて。せめえから知らねえ。ずっと入ってくれ、ずっと。意外。うん。姉さん、これでもって何でございますか。残らず、お山行ったところの神様は揃ったんでございますか。ああ、揃ったよ。どうしたんだよ、頭に手ぬぐいなんだ。いや、ちょっとね。陽気の変わったところにすっと行ったもんね。なんだか知らねえが悪ざめがするんでね。ちょっとこれで失礼します。残らず揃いました。あ、結構だ。実はね、集まってもらったというのはちょいとね、話があるね。ただね、この話もしにくい話なんでね、あっしはこれから一部始終を話しますから、途中でなんか言わねえでもらいてんだ。残らず聞いちゃってもらいて。なんだい、大層前置きが長いじゃない。どうしたの、なんかお山で間違いでもあったのかい。いや、そうじゃねえ。お山はね、間違いありません。今年くらいいいお山はね、まあ、お天気にも恵まれましてね、穏やかでね、まあ、こんなお山ってのは何年代いなかったってんで、みんなで喜んでね。で、お山は無事に済まして降りてきてね、藤沢に一晩泊まったんで、で、明くる朝、すっと出明けにね、誰が言い出したか、金沢八景見物してこうじゃねえかって、こういうことになりましてね。で、まあ、金沢八景行って見物して、で、そのまんま帰るのかと思ったら、また誰かが、おい、どうだい、ここまで来たんだ、ちょいと足を伸ばそう。ね、船を持って横須賀へ上がって、米ヶ浜のお祖師様をお参りして帰ろうじゃねえかって、こう言い出したんだ。それからね、よしねえな、みんなうちでもって待ってるんだ、また出直したらどうだい、言ったら冗談言っちゃいけねえ。一旦わらじを解いたら出るというのはおっくうだ。ね、出てきたついでだから回ろうじゃねえか、そうだそうだって、みんながそういうもんだからね。こっちも逆らっちゃいけないと思って、じゃあそうしようってことになってね、伊吹屋って船宿から船を出してもらうことになったんですよ。いやまあ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 黙って聞きなって、一番しまいまで聞いてくれってんね。と船頭がね、断るんだよ。なんで言ったら、いや今日は、天気はようがさね、大南が吹いております、こういう時には急に天気が変わるもんでございますから、お休みになった方がようざんすよってこう言うんだけれどもね、みんなも知っての通り、そんなことでもってね、諦めるやつは一人もいやしね、何が言ってん、何があったって驚くんじゃねえから、とにかく船出してくれよって、みんなこういうもんだから、船頭がそうですか、それじゃ仕方がありません、出しましょうってんで船を、まあ、出したんだよね。いやだから今話をする、ちょっと待ってね。で、花のうちはね、天気は良かったしね、波は穏やかだし、ああやっぱりこっち回って良かったじゃねえかってんでみんな喜んでたんだ。そうだね、あれで烏帽子のちょいと先に出たあたりでね、船頭が沖の方を妙な顔して見とるんで、それから「おう船頭さん、なんかあるのか?」言ったら、向こうに嫌な雲が出てきたもんですからってこう言われてね、そっちひゅっと見たらね、なんか真っ黒な雲だよ。わしも初めて見た。パツンと見えるんだよ。おや?本当だ。あんな雲ってのはあるもんかねと思っているうちにね、スーッとこれが広がってきた。あたりは暗くなっちゃったんだよ。やだね、こらと思っているうちにポツッと降り出したやつが、細引きみたいな雨がザーッと降ってきた。ね、急に風がビューッと吹き出すってえと、海鳴りがゴーッと聞こえてきた。おいおい、いいかなと思ううちに、ザーといきなり大きな波が始まる途端に、もうこの波てえなねえんだよ、船頭がいけねえ、早くなってんだ、慌てて船をこい返そうとした時にはもう手遅れだよね。夢中になってやっているんだが、もうただ船はね、波に揉まれちゃって木の葉のようだよ。一生懸命みんな拝んでたね。さあどうしようなんて思っているうちにね、船頭はロゴッペしてくれて弾み食らって海の中に落っこっちまうね。もうどうにもならねえんだよ、芋を洗うような騒ぎだ船の中で。そのうちに一つ大きいやつはダーンと食らうってえとね、船はさ
ッと立っちゃって、もうダメだと思ったんで、俺はね、板子一枚かいてドーンと飛び込んだんだ。そこまでは覚えているんだが、そっから先はもうあとどうなったんだかわけわかんねえ。で、しばらく経ってね、人がなんだかゴイ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 話し声がするの。その人の話し声で俺はちょっと気がついて、そーっと目を開けてみるってえと、周りに知った者は誰もいねえんだよ。どうしたんだろうと思っているうちに、中で一番年笠の人が俺のそばに寄ってきて、あなたぐらい運のいい人はない。他の人は船物とも海の底に沈んでしまったが、あなた一人がこの浜に打ち上げられたんですよと聞かされた時には俺はね、どうしようと思ったよ。昨日まで今日までも同じ鍋川のものをつっついてた兄弟分がみんな海に沈んじゃって、俺一人がおめおめと帰れるもんじゃあね。だから俺もいっそのこと海に身を投げて死んじまおうと思ったんだけど、おめえたちのことを考えたらよ、なあ亭主の帰りを今日か明日かと思って待ってんだろ、誰がこれを知らせに帰るんだい。そう思ったったに俺はしょうがねえ、俺が帰ろうってんで帰ってこられた義理じゃねえんだが、俺はこうやって帰ってきたな。だからね、今言ったようなわけでおめえたちの亭主は何年待ったってもう帰っちゃ来ねえよ。まあだから私は嫌だってそう言ったんだよ。虫の知らせだね、何としてでも私はね、お山にやりたくなかったんだけどもさ、そうするとみんながね、やきもちでやきもちだって言うから私はやったんだけど、やっぱりあの人を出さなきゃよかった、どうしましょう。まあ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 、泣くんじゃないよ。みーちゃんや泣くんじゃない、みんな心配するんじゃないよ。あの熊さんのこと世間で何て言ってるねえ、ほら熊だとか千密だとか言ってるだろねえ、嘘ばっかり言ってんだよ、気にするんじゃないの、大丈夫だよ。ちょいと熊さん、私たちなら構わないよ、若い子は真に受けるじゃないか、そんな嘘ついちゃいけないよ。姉さん、それはね、俺はね、ほら熊だよ、千密だよ、だけどもね、人の意思についちゃ俺は嘘はつかねえつもりだよ。みんなにこのことを話をしたらね、俺は果敢に霊をやって小屋の山に登って友達の菩提を弔ってやろうと思って、この通り俺は頭丸めてきたんだってんで、初めてそこで手拭いを取って、まあ見えっぱりの熊さんが頭丸めたんだから、これは嘘じゃない本当だてえと、先達さんのおかみさんが先にうわーっと泣き出した。だから一斉にそこにいたかみさんが泣き出したんで、これは実ににぎやかでね、中には表へ飛び出してこうというのが、ちょっと待ちだ、兄さん話してください、お願いですから、あの人がもういないんだったら私は生きちゃいられません、生きてる甲斐がありませんから、井戸に身を投げて死ぬから、兄さんお願いだから話して、冗談言っちゃえ、井戸に身を投げて死ぬ、いやそれは穏やかじゃねえ、ちょっとまあまあまあ間違ってんだよ、おめえが井戸に身を投げて死んだからったっておめえ、犯行が浮かばれるかい、そんなことでもって喜ぶわけがねえだろうな、おめえにそれだけのな了見があるんだったら、おめえのその緑の黒髪を根元からプッツリと切ってよ、頭を丸めて、甘さになって、男と名のつく者は猫一匹もそばへは寄せませんってんで、朝晩念仏をあげて菩提を弔ってやってごらん、野郎がどんだけ喜ぶか知れねえよ。まあそんなことであの人喜ぶのかしら、喜ぶもう涙こぼして喜ぶよ。そう、じゃあ兄さんすまないけど、私お坊さんにしてちょうだい。おお、いいとも、頭こっち出しな、おっか神様に持ってこいってと見ている前でもって坊さんを一人こさえちゃった。まあ偉いじゃないかね、みーちゃんは年の若いのにさ、そんなことは私が先立ちになってやらなきゃいけなかったの。ねえちょいと熊さん、私お坊さんにしておくれ、兄さん私もだちょっと待ってくれ、頭突き出されたって困るんだよ。よし分かった、おっか表の上神どこ行って神様の二三丁借りとこい、いからな、たらいに水張っといて、みんな頭突っ込んで示しといてくれ、なんてんで乱暴なやつがあるもんでね、これから神様を特会しっかりでもって、お山行ったとこの神さん連中はすっかり坊さんにして、てめえのとこの神さんだけそのまんまにしといて、乱暴なやつがあるもん。どっから帰ってきたんだか汚い衣を着込んで、大きな数珠自分が真ん中に入るってえと、神さんをずっと周りにこう座らせましてね、伏せ金叩いて百万遍の真似事を始めた。そんなことは知りませんから、一行は品川でもって向かいの連中とばったりと会ってね、一杯ってんで飲んで、そのまんまこう帰ってきた。日の暮れ方に町内に入ってまいりました。ちょっと待つね、そこで。いや、それも持ってとくれ、頼むよ。いや、何やってさ、熊のところに行って言ってやるよ。いや、そりゃそうだよ。
だって神さん罪はねえんだからね、あの野郎悪い野郎でもさ、だからちょいと遅くなりますって言ってやるねって言うと心配するからな、そいつが実だろな、だからちょいとそこで待ってくれ、すぐに戻ってくるから、おう半子おめえも一緒に来な、うんね、これでもってね、うん、野郎もすっかり用件が変わるよ、おとなしくなる。今までおめえ積もり積もってたんだ、あの野郎には俺は悔しい思いいっぺんあるよ、だからこれで目がスワッとしたよね、どっから持って念仏が聞こえるよ。日の暮れ方に念仏なんてのはあんまりいい心持ちのもんじゃねえがな。どこで聞こえてくるんだろうね。おい、熊の家から聞こえてきてるよ。それも一人じゃねえな、これ。大勢だよ。どうしちゃったんだろう。亭主は旅先でもって坊主にされて、うちで神さんが念仏かい。物は行き届いたらな。この破れ目からちょいと覗いてやろうじゃないかな。どういう具合、あら、あら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 、あら、随分坊さん集めてきたな、おい。それもみんなおめえ尼さんだぜ。どう、何を、おう、なんかな、100万遍やってるんだ。真ん中で伏せ金叩いてる坊主がな、どうも熊の野郎によく似てるんだよ。なかったらねえんだから、置いてきちゃったんだから、親類にはよくねえ、あっと思うぐらいによく似ているってのはいるもんだよ。そうじゃねえのかい。いや、野郎の親類に坊さんなんてのはいねえよ。俺は聞いてねえや。ああ、違うと思うわな。きっと見てみなよ。うんかい、どら、よく似てるったってさ、大して、あれ兄貴、熊だよ、あれは。あの野郎か、やっぱり。おかしいな。どうして先行かいってたんだろう。ほら、そういえば、冷めずところでもって、さっきよ、この暑いのに両方の籠のタレを下ろして、抜いてった籠があったろ。みんなでもって、なんだい、この暑いのにって話をしてた。あれだよ、きっと。あれで先行けってしちゃったんだ。だけど、帰ってきて、なんであんなこと始めたんだろう。急に改心しちゃったのかね。分からねえな、どういうことなんだか。ちょっとどいてみな。あんなことやるやつじゃねえんだよ、ね、新人心なんぞまるでねえやつなんだが、どうしちゃ、おい、あのな、こっから覗くとな、正面のところにネズミいらずがあるな。その前でもってね、もう涙流しながらこうやって一生懸命お術いただいてる、あ、甘さん、おめんとこのかみさんによく似てるよ。ですよ、冗談言っちゃいけねえな。うちのかかあは髪の毛は自慢だよ。特定と尻のあたりまでくるんだ、真っ黒なんだ、さーっとしてんだ。一番の前に行って俺は帰ってくるってえと、おかえりなさいなんか言ってんだよ。坊主なわけはねえじゃねえか。見てみねえ、似てるから。何かい、本当に、嫌なこと言っちゃえだよ。どこのところ、ネズミイラーズの前、本当にネズミイラーズの前で、あん、これうちの神さんだ。そうだろう。おかしいな、どうしてあんなになっちゃって。隣にいんの、あ、やっさんとこの神、おい、その隣じゃ兄貴、おめんとこの神さんだよ。本当かい、どいてどれどれ、あ、そうだ、あら、とめんところも、きっちゃんところも、あ、やっさん、あ、そうだ、おい、大変だ、熊のやつは先行けってしちゃってな、腹いすに小山行ったところの神さんみんな残らず坊主にしちゃったんだよ。大変だ、こら、おい、みんなちょっとこっち来い、なんだなんだい、なんだいじゃねえよ、おい、大変なことになっちゃったよ。熊の野郎先行けってしやってな、腹いせに行ってんで小山行ったところの神さん連中を残らず坊さんにしちゃったで。本当かよ、おい、これは大変だな。さあさあさあ、一生懸命念仏を唱えてな、もうじゃがそこんところまで迷ってきているからな、ナムアミダブ、ナムアミダブ、ちゃんとにふざけやって、おめえたちは何をしてるんだよ。あら、まあ出てきちゃったよ、もう。あら、あんだ、ああ、どうか浮かんでくださいよ。あっちはもう二度と亭主なんかは持たないから、この野郎くだれこっちじゃねえよ、ちしょう。よく見ろ、よく見ろ。何を言ってんだよ。ほら、わからねえか。俺だったって、お前さんなんだろ。だってお船に乗ってひっくり返っちゃってみんな死んだんだろ。何を言ってんだよ、船なんて乗らしねえ。みんなピンピンしてるよ、見ろ。足がちゃんとついてるじゃねえかよ。あら、じゃあみんな生きてたの。あら、やだ、決まりが悪い。何を言えん、今さら頭隠したって始まらねえよ、本当に。おう、熊、おめえはな、決め式を破ったから坊主にされたんだろ。それは罪もねえ、神さん電池を買ってみんな坊さんに締めやって。
どういう旅券なんだてめえ。おお、怒っちゃい、怒っちゃいけないよ。まだわらじといてねえんだろ。旅のうちだ。腹立てるってと、二物取るで、こんちしょ、ふざけやって。おう、かまねえから立たんじゃい、なんてえとみんなで持って、うわーっと熊川のうちに飛び込んでいく。中にはドブ板外してきて食い回すなんてんで大騒ぎ。おい、ちょいとお待ち、ちょいとお待ちよ。何をしてるんだ、乱暴なことをして、ちょいとお待ちって、危ないよ。どうしたんだ、どうしたんだ。え、あ、すんでった。え、あの熊の野郎先行けってしてね、お山行ったところの神様をね、腹一緒にみんな坊さんにしちゃったんですよ。本当かよ。おい、ちょいとお待ち。まあ、お待ちてんだよ。私にちょいと見せた方が、どれだい、どれだい、どれどれどれ、あら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 、はは、なるほどね。見事だな、こりゃ。砲丸船がついたようだな。ああ、うちのばあさんまで一緒になりやがってバカだね、どう。いやー、しかしめでたいな。冗談じゃねえよな。かかわ坊主にされて何がめでてんですよ。よく考えてごらんよ。お山は無事に済んだしさ、うちに帰ってみれば皆さんおけがなくっておめでたい。お寒いよりにお運びでありがたく御礼申し上げます。昨年は大変にお世話になりまして、どうぞ一つ本年もよろしくご贔屓をお願いをいたします。正月というのは大変に私は嫌いでして、何ですか、話し家になってから正月というのはあんまり楽しいことがないんで、なんか気ばかりこう焦るというあんまり好きじゃないんですね。だから仕事もしたくない。正月にましてや独演会なんていうものは考えもしなかったんです。まあ周りの者が、去年また大変にこの長くお世話になったりしたんだから、お礼の意味を込めてご挨拶がてら独演会をやった方がいい、そういうことになりまして、まあ、弟子なんかもそうですね。あれそっくり一週間の時にネタ出しといてやるって言ってまだ残ってますよなんてなこと余計なこと言うなって言うんですけど、調べてみたら二つばかり残ってました。じゃあこれやらなきゃいけないだろうなんてことになりましてね、そういうわけでそれになんか一つ足してという、なんか妙なやり方ですけど、寒いですね今日は本当に。寒い時ってのはなんか肩が凝りましてね、私はもう肩といびきでは大看板なんで、肩凝ってくるってとなんかこう舌が突っ張らかって、なんかなかなか思うように喋れない。まあ肩凝る人ってのはお客様方の中にもいらっしゃるでしょうけども、いろんなことで肩が凝るんですよね。酒飲むってとあくる日肩が凝る、ほどほどに飲めはそんなことはないんですけども、過ごすってえと肩が凝る、寒いってえと肩が凝るね、暑くって肩が凝る、どうにもしょうがないですね。だこういうあのうんと寒い時には、だいたいこういうホールっていうのはやっちゃいけないんです本当は。休みにしなきゃいけないんですけども、あそこのホールに入るってえとあったかいから行こうなんてんでね、お客さんを来ますからやってくださいなんていうような、お付き合いを願います。人間というものは体が元手でございまして、煩うということが一番つまりませんですね。金をかけて治って元々というやつですから。で、まあ、病の数ってのは四尺四病とされておりましてね、昔から、今はもっとあるんでしょうけど四尺四病ね。でその中でその色気のある病というのがあります。目やみ女に風邪ひき男、ご婦人が目を患ってるのと男が風邪をひいているというのはどことなく色気があるとされておりましてね、どういうわけかってうと、昔は目を患うってうと、みんな赤いもみのきれでこう撫でてたんだそうですね。そして目を治そうという、色の白いところに赤いキレが来るから何とも言えなく色気がある。で野郎の方はってえと風邪ひき男と言いまして、風邪をひいてるのは大変に、色気がある。
でも人にもよるんでしょうけどね。まあそういうこと言っちゃうってと、もう味も素っ気もなくなっちゃいますからですけど、まあ早い話が、あの熱がありますってとね、目が潤んできますから、なんとなくこう色気があるんですね。とこに沖縄ってこうぼんやりしてる友達やなんか訪ねてきて、おうどうだい、おう熱があっていけねえ。芝居の世話狂言の二枚目になったような了見になってね、これ他の病じゃやっぱり良くないですよ。どうだい、ああ字が出ちゃったなんて、ああ色気もなんともない。で本当に色気のあるのがというと、昔から言う恋煩いというやつですね、夏痩せと答えてあとは涙かななんてんで、大変にこれは色気がありますが、おい、あ熊さんかい、さあさあこっちに入ってくれ、いやー忙しいところご苦労様、えどいつしとんどこね、えいやいやいや、それよりね、あのあっしはね、わからんのはさ、具合が悪いってのは知ってるんですよ。知ってるんだけどもね、見舞いに来なきゃいけねえと思ってながらね、おーこのところやけに仕事は忙しいんでね、おー来てえと思っても来られなかったんで、すっかりご無沙汰しちゃいまして、どうもあいすいません、で若旦那具合はどうなんです、ありがとう、いやーそれがね、どうも弱ったよ。そうですか、弱りましたか、じゃあもう誰か葬儀社や寺の方に人が行きましたおい、うちのせがれはまだ死んじゃいないんだよ。死んでねえんですか、あそうですか、なんだもうなんだよ、がっかりしちゃ嫌だよ、いやその弱ったというのはね、その何の病気だかわからない、つまり病名がわからないってんだよ。お医者様に、いやそら見せたさ、おあっちのお医者様こっちのお医者様ね、いっぱい見せたんだけれども、どのお医者様もただ首をこうかしげるだけ、病気がわからないんだから手の施しようがないってんだ、よかったよ、お当人どん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 痩せ細っていくね、ところがね、二三日前に来てくださったお医者様、なかなかのお上手な方と見えて、私が見てどこも悪いところがない、ただああやって弱っているというのは、これは血の病だと、何か腹に思っていることがあるに違いないから、それを聞き出してその思いを叶えてやればきっとあの病人は良くなると、こう言ってくれたんでね、それから、ゆんべですよ、私とそれから番頭さんとね、二人で一生懸命せがれに聞いたんだけれども、いや内気な性分というものもそういう時には困ったもんだよ、なんとしても言わないんだ、でまあとどのつまりに、まあ熊さんにだったら話をしてもいいと、まあこういうところまでこぎつけたんだね。そこでまあ忙しいところ今日来てもらったんだ、一つね、せがれのところ行って、その腹に思っていることを聞き出してもらいたいんだ。おそうですか、いやいやいや、お安いご用途なんですよ、そんなことは。それはね、あしはあの、若旦那のひいき役者ですからね、それはあしには何だって喋りますよ。大丈夫です。必ず聞き出してきますから。もう喋らなかったら張り倒したって吐かせますから。おい、うちのせがら罪人じゃないんだよ。んな乱暴なことしちゃいけないよ。何しろお医者様の言うにはね、この分で行くってえと、5日と持たないよなんか言ってるんだから、いいかい、体はすっかり割り切ってんだから、お前さん大きな声で耳元でガン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 やるってえとね、体に触るから、いいね、なるべく、この、やんわりと、いいかい、ね、優しく、聞いてやっておくれよ。わからした、心配いりませんよ、大丈夫ですよ。わからんな、はなれ、あ、そうですか、じゃあ、わかりました、行ってまいりますから、冗談じゃねえ。さっと甘やかすから病気は良くならねえんだよ。短所はね、少し威勢つけてやるな。こらよ。おや笑んな笑んな、なんだよ、本当には。そんなところに寝てて。どうしたんですよ、本当に。なんだよ、やばいは引っかかってんだよ。自分でもって良くなろうとしなきゃね。どうやったってやばいってのは良くなれんだよ。しっかりしないな、しっかり。お前、大きな声を出しちゃ、嫌だよ。こら、葬儀社行った方が早いや、こら。あらな、
ダメですよ。みんな心配してるんですよ。わかりました。大きな声は出しませんがね。ちょっと話をしてください。ね。私がね、その若旦那にね、ちゃんとね、いいようにしますから。ね。その病名がわからねえってじゃありませんか。何なんです、その病気ってのは。医者にはわからなくたって、私にはわかってる。医者に分からねえで、おめえさんに分かるんですか？じゃあ分からんのは医者になった方が早いですね。何なんです？あ、しいなら喋れるんでしょ？言っとらんない？でも、お前、笑うと嫌だな。いや、笑いしませんよ。人が患ってんじゃありませんか。それ聞いて笑うってやつがありますか？笑いはしませんよ。おっしゃってください。なんつなんつ、それじゃ話すけれどね、実はでもお前なんだか笑いそう。お前さんが笑ってんだよ。私は笑ってねえんだからね。さあおっしゃい、おっしゃいなさいよ。じゃあ言うけど、恋は辛い。なんつ？恋は辛い。恋は辛い？ほら、笑ったじゃないか。いや、愛しない。勘弁してください。一遍だけ笑わせてください。そうですか。いや、話には聞いてますよ。ある程度話は聞いてますけれどもね、その病にかかった人に会うのは足初めて。足の周りにはそんなの一人もいませんからね。大層古風な病ですな、どうも。そんな病気を言ってどこで背負い込んできたんです？実は今から20日ばかり前だった。定吉を共に連れて私は上野の清水さんへお参りに行ったんだよ。ああ、いいことをしましたね。深夜で徳割ってますからね。またあのね、清水さんってのは高台にあるから見晴らしがいいんですよ。足も好きだよ、あそこ。ちょいっと下見るってえと、弁天様の池がちゃーっとあってね、向こうが丘、湯島の天神、神田の明神、こっちの方見るってえと、松山正殿の森、なんとも言えねえや、でね、またね、あの、お堂の脇のあの、茶店、あそこへ寄りましたが、あそこはまたおつなうちでね、腰をかけるってえと、苦い茶に羊羹が出る。あのまた羊羹がおつな羊羹でね、あれ、いくつ食べました？いいよ。羊羹なんかどうでもいいんだよ。まもなく私の目の前にね、友の女中を三人連れたどこかのお嬢さん風の人が腰をかけた。私はそのお嬢さんの顔を見て驚いたよ。へえ、目が三つ。そこじゃない。水の垂れるような人なんだ。そうですか。そりゃかわいそうにね。じゃあ早い話がみかんを踏んづけたような顔なんだ。違うよ。元気なら仏よ。もいい女のことをね、水の垂れるようなと言うんだよ。ああ、そんなこと言うんですか。知らなかったんですかね。なるほど。私がそのお嬢さんの顔をじーっと見ている。お嬢さんも私の顔を見ていた。しばらく経つとお嬢さんが立ち上がる途端に膝の上に置いてあった茶ぶくさが落っこったんだが、それにも気がつかないでお嬢さん行きかけた。私は急いでそれを拾ったんだよ。高く売れましたか？売りゃしないよ。
後を追ってってお嬢さんに渡すと、真っ赤な顔をしてかの泣くような声で礼を言ってから女中と何か話をしていた。そのうちにね、包みの中から短冊を取り出すと、筆の運びも鮮やかにさらさらと何かしたためて、私にその短冊をくれて、軽く会釈をすると言ってしまったんだが、ねえ、熊さん、その短冊というのが、これなんだ。ご覧、瀬を早み、岩にせかるる滝川のとして、泣くことはねえじゃん。なんつって、瀬を早み、岩にせかるる滝川の、短けえドロイツですね。ドロイツじゃないんだよ。これはストクイーン様のお歌で、下の句が割れても末に合わんとぞ思う。今は別れ別れになっても、末には夫婦になりましょうという心の歌なんだ。さあこれをもらって帰ってきてからというものは、何を見てもお嬢さんに見えるんだよ。床の間の掛け地のだるまさんがお嬢さんに見える。鉄瓶がお嬢さんに見える。火鉢がお嬢さんに見える。こうしていたってお前がお嬢さんには見えない。なんだ足だけ外すんだよ。そうですか。わかりました。じゃあ早い話はね。わかるんだ。そのお嬢さんとこの一緒になれや。ね。夫婦になれや。その病気って治っちゃうんですね。ねえ、本当に。早くおっしゃいよ、早く。大丈夫ですよ。あっしはね、これからね、横断なんところ行って掛け合ってね、そのお嬢さんと一緒になれるように、なんとかしますから、な、心配することはありません。じゃあ、すみませんがね、ちょっと話がしにくいから、そこにある、なんていうんですか、短冊ってのそれちょっと貸してください。大丈夫ですよ。すぐに返しますから、どう。じゃあ、ちょっと借りますよ。言ってありました。ご苦労さん、ご苦労さん。で、せがれは、なんと言ってた。実は、せがれはね、お前までせがれてる。なんだい。実はね、今からね、20日ばかり前だそうですよ。なんか、それ、それと一緒に、なんか、上野のね、清水さんへお参りに行ったんですって。でね、お堂の脇にね、茶店があるでしょ。あそこへ入ったんですって。またうちがおつらうちでね、腰をかけるってと、苦い茶に羊羹が出てくる。この羊羹がまた、べらぼうにうまい。そうかそうか、せがれは下戸だからな、その羊羹が食べたいってのか。いやそうじゃねえ、羊羹は足が食べたいんだ。何だこれって、何なんだ、早く話しない。ちょいと待ってくんないね。話はこう順を追っていかねえってと分かんなくなっちゃうね。でまあ間もなくね、その若旦那の前に女中を3人連れたどっかのお嬢さん風の人が腰をかけた。ひょいと顔を見た時に驚いたそうですよ。どうしたんだい。そのお嬢さんの顔、みかんを踏んづけたよ。そりゃあお気の毒だな。いやそう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 、それは違う。あっしもそう思ったの。お気の毒じゃないんですよ。ほら、よく言うでしょ、いい女のこと、水がこぼれたようなと、水の垂れるようなってんだ。どっちにしたって濡れてますな。何をくだらないこと言ってんの。でどうしたんだい。でお互いに顔と顔をこう見合わせているうちに、お嬢さんの方がずっと立ち上がったんね。で膝の上に乗っけておいた茶ぶくさを落っことしたのにも気がつかないで、そっと行きかかったんで、若旦那ね、すぐにその茶ぶくさってのを拾って売ったと思いますか。思いやしないよ。せがれ残ったちゃんと届けてやったんだろ。そうなんですよ。あと追いかけてって落としましたよってんで渡すってと、お嬢さん顔をあからめてかの泣くような声でもって礼を言うね。女中と何か話をしていたが、包みの中から短冊を出して筆の運びも鮮やかにスラスラと何かしたためて、若旦那に渡して行っちゃったってんですよね。それがね、それがね、旦那これなんです。これこれほらこれ書いてあるでしょね。ほらあのね、読んでごらんなさい。なんで瀬を早み岩にせかるる滝川の、短けえドロイツだと思うでしょ。思いやしないよ。ほらストクイーン様のお歌だな。下の句が割れても末に、合わんとぞ思うってんだ。へえ、親子ですね。やっぱり言うことは似てるな。わからんことは言うんじゃない。親子じゃなくたって同じことを言うよ。
はあはあ、なるほど。でこれをもらって帰ってきてから、てえものはとにかく若旦那はもう何を見てもお嬢さんに見えちゃう。ねえ、床の間の掛け地がお嬢さん、それからこっちのね、鉄瓶がお嬢さん、火鉢がお嬢さんって、足だけ違うんですけどね、もうそうなっちゃった。そうか、分かったよ、親バカちゃんりんだ、なぜそこに気がつかなかったかな。そうかい、私はいつまでも子供だ子供だと思ってた。恋煩い、そうなん、よしよし、じゃあ、なんだ、そのお嬢さんと一緒にさせてやればせがれは治るんだろ。そうなんですよ。そうか、せがれが気に入った娘さんだ。え、間違いはなかろう、うちの嫁にしてやろうじゃないか。でどこのお嬢さんなんだ。え、どこのお嬢さんだ。え、ほらね、さあ、そらね、どこなんですかね。どこなんですかねってお前なぜ聞いてこない。聞いてこないってね、若旦那の方が言わねえからね。言わないからじゃないんだよ、それじゃあ子供の使いと同じじゃない。なぜそこのお嬢さんの名前聞かないんだよ。聞かねえったってね、そこまで立ち入るのはね、強情なんだよお前は。素直に謝んなさい。なぜ聞いてこなかった。若旦那もそそっかしい、まだ言ってやる、早く行って聞いてきな。えい、悪んな悪んな、また大きな声を出しちゃ嫌だって。そんなこと言ってる場合じゃねえんですよ、肝心なことをあっしは聞き忘れました。え、どこのお嬢さんなんです。わからない。わからない、名前もところもわかんねえんですか。やったね、そら煩うぐらいだったらなぜ聞かねえんですよ。だって私は短冊もらってポーっとしてたから聞けなかった。本当にそうね、佐田吉だってついてるんだから、そのぐらいのことを気づかせればいいんだよ。ったくどうもね、言われましたね、そら。そのお嬢さんだってそうだよね、歌をその半分ばかり書いてよこすぐらいだったら、その短冊にね、名前とちょうところでも書いといてくれや手間は省けんだい。うん、あねえな、弱ったね。じゃあ、わかんな、もうよしなさい。ね、名前もところもわかんねえ、そんなものをちゃんと書いていかねえような、普通だったらね、ありがとうございます。私はどこそこのどういうもんですって、ちゃんと言うもんだ。ね、それが、その、ただありがとう、そんなくだらねえ歌をしみったらに半分ば、よしなさい、そんな女。ね、脇なんか見つけましょう。いやだよ、その女じゃない。じゃあ、それじゃあ分かりましたよ、泣いちゃしょうがねえな、分かった、ちょっと待ってくださいよ。聞きました、分かったかい。分からないですよ。え、いや聞かなかったってんです。しょうがないね、どうも。ところも分からん、いやところも何も分からん、もう名前も何も分からん、とにかく分からんな。短冊をもらってポーっとしちゃったんで、何にも聞かないうちにそのお嬢さんいなくなっちゃった。そうか、弱ったな、言われやしたよ。どうしよう。そうですね、まあ仕方がねえから、このまんま静かに息引き取ってもらうか。お前何しに来たんだい、うちに。本当にまあせがれを助けるんですよ。探しなさい。え、探しな。何ですか。そのお嬢さんを探すん。お嬢さんってどこの誰だか分かんねえんだ。どこの誰だか分かんないから探すんだよ。分かったら探すことはないんだ。それはまあ理屈はそうですけど。さ、雲をつかむような話、大丈夫だよ。どうせ日本人なんだから。だから日本人は違いないけれども、日本人も随分いますよ。ああ、言われましたな。そんなこと言わないで頼む、やっておくれよ。せがれのためなんだ。な、ただ頼まないよ。もしそのお嬢さんを見つけてきたらばな、お前が住んでいるあの三軒長屋、お前にやるよ。うちにある借金もすっかり棒引きにしてやる。やんな。いや、そら、お話はありがたいんですがね。でもね、はあ、第一、そのね、何の手がかりもない、なことはないよ。ここにあるこのストギン様のお歌だ、これが手がかりになる。ちょっと待ちなさい。おいおい、そこにすずりと紙があるだろ。ちょっと書いておくれ。瀬尾早見、岩にせかるる滝川の、割れても末に合わんとぞ思う。あ、書けたか。書けたらこっちに持ってきな。はい、
でこれはなせがれが大事にしてるだろうから、返してやんなさいよ。うん、ああおいさあこれ持って。ちょっと、ま、持ってったってさ、うん、やったね、こんなもんで探せますかね。探せるんだよ、損気になってやっておくれ。いいかい、何しろお医者様はね5日ぐらいしか持たないとそう言ってるんだから、いいね、その間に娘さんを見つけてきなさい。もしお前が見つけてこないでせがれに万が一のことがあった時には、私はねお前をせがれの仇として名乗って出ると。ちょっと待つ、冗談だね。分かりましたよ。俺には大変なことになっちゃったな、どうもな。とにかく一旦うちでも帰って茶でも飲んで落ち着いて考えよう。どうしていいか分かんねえよ、と。今帰ったよ。あ、お帰りなさい。なんだったい、お棚の御用ってな、バカバカしい話だよ。これなんだいそれ。歌の文句が書いてあるんだよ。なに、若旦那がね恋煩いしたんだ、恋煩いよ。一緒にしてやれば病は治るんだよ。ところがね、そのどこのお嬢さんだかわからん、それ探してこいってんだよ。あら大変じゃないかね。手がかりってな、歌だよ。それが手がかり。それは大変だ。でね、もし見つけてきたら、5日の間に見つけてきたら、お前が今住んでいる三軒長屋をやるってこう言うんだよ。言っといで言っといで行ってきなさい。お前行ってきなさいって言うけれど、見つかんなかったらどうなんだよ。見つかるんだよ。それは大丈夫だよ。見つけて帰ってくれや。お前さんなんじゃないか、大家さんならでよ、ね、私だって大家のおかみさんなんだね。行っといで行っといで、さあ早く行っといで。ちょっと待ってくれ、茶の一杯ぐらい生意気なことを言うんじゃない。見つけないうちは飲ませない。どういうこと言うの。あっち探しこっち訪ねて一日中歩き回りましたが、その日は分かりません。明くる朝早く起きて弁当持ちで出かける。それでも分かんない。その明くる日もだめ、またその明くる日も分かりません。何をしてんだもん本当にこの人、もう絶対ね、まだ見つかんないのかよ。うぜえな、くそ。言ってんで、こっちだって一生懸命探して歩いてんだよ。本当に。どういう探しをしてんだよ。だからこの辺に水の垂れるのはありませんかって。水道の蛇口を探してんじゃないよ。お前さんね、歌の文句を書いてもらってきたんでしょ、手がかりだって。なぜそれを大きな声でやらないんだよ。やったよ、俺だって。ずっと往来それ大きな声でこれやってきたんだよ。往来を大きな声でしてそんなもの言ってたってダメね、売り声と間違えちゃうよね。下手するってとお前さん気あふれたのかと思われるよ。あ、それはそう思うかもしれねえ。子供が随分ついてくるからな。あのね、夕屋とか上井戸とかそういうところに飛び込むんだよね。ああいうところはね、みんなが噂を持ち寄ってくるんだよ。そこでもってやってごらん、その歌をね。そうするってと、あ、その歌だったらあそこのお嬢さんがどこそこの娘さんがってんで、これが手がかりになってくるんじゃないか。いいかい、だからね、空いてるうちはダメだよね。なるべく混んでいる床屋夕屋を探して飛び込んでってやるの、分かったかい。本当に今日探して帰ってこないってと、もううちいらないから早く行っといで。うち今日もうやだね、どうももう、ああ情けねえな、どう、毎日毎日歩いてもう足が棒のようになっちゃったしな。これ下手するってと分からないより俺の方が先行っちゃうか分かんない。やっちゃったな、どうもな。瀬尾早見岩にせかるる滝川の団体にもやけたね、どう、床屋があった、そうそう、で、こういうところへいれついてたからな、これ入ってみようね。床屋さんですね。そうですよ。あら、やけに空いてんな。誰もいねえ。誰もいないんですね。すぐにできますよ。あ、そうですか。じゃあ、また来ますから。やった、すぐにできんだよ。できちゃいけないんだよ。しょうがないね、どうも。混んでると、あれ？ここは混んでるな。ここは混んでるな。ね。よいしょ。はは、言ってえだ。体操、詰まってますな。5、6人待っていただかないってとね、ならないんです。お急ぎでしたらどっか他へ。いいんですよ。私、詰まってんのを探して歩いたんですから。ドブ掃除みたいな人だね、この人。そうですか。お待ちいただける。あ、はい、わかりました。じゃあ、どうぞお上がりになって、構いません。そこのところで一服してですね。そうですか。どうも。じゃあ、ちょっとごめんね。どうも、こんにちは。結構なね、お天気でよろしいですな。
ね、雨もいいんですけどね、たまにはよくなんですがね、どうもね、この表歩くもんにはね、足元が悪くなっていけません。へえ。それにね、気がめいりますからな。ええ。やっぱり晴れていた方がよくなんです。ええ。そろそろやってみるかな。背を張りなーに。あ、おっと、なんだよ、お前さん。いやいやいや、気にしちゃい、気にしちゃいけません。ええ。気にしちゃいけませんよ。背を張りなーに。岩にせかるる滝川のもし、あなた、失礼なことを言うようですが、お職人には似合わない歌をご存知ですな。ごく、あれなんでます。つい二三日前に、そうなんだ、もう覚えました。何度も言ってますから、いけませんか。いえ、そんなことはございません。ストクイン様のお歌ですから驚きましたよ。そうなんです、ストクイン様よく知ってますなと。そうなんですよ、ストクインって人の歌だって言ってました。もう何しろね、近頃どこで覚えてきたんですか、娘がその歌ばかりやってますんでね。ちょっとあなた、ちょっとお話がありますがね、今、なんか娘さんがどうの。娘がその歌が好きなん。これが好き。そうですか。娘さん、水が垂れますか。水は垂れませんですな。そうですか。みかんを踏んづけたよ。みかんなんか踏んづけませんよ。この間なんか大福踏んづけておっかさんに怒られてました。いい女ですか。それも、近所でトンビが鷹だなんて噂してくれてますな。そうですか。おいくつですか。八つです。背を早に。夕やい20件、床やい36件ばかり。もうやっこさん顔がピリ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 しちゃって、フラフラになって、こんにちは、いらっしゃい。床屋さんですね。そうですよ。やっていただけますか。やるって言えばやらないことはないが、あなたさっきいっぺん来た人でしょ。そうかもしれません。何しろ36分目ですから。ねえ、やりようがありませんな。じゃあひげ植えてくれますか。あとやったことはありませんが、せっかくおいでになったんだ、こっちでおやすみなさい。ありがとう存じます。せおはやん。だいぶ弱ってきてるね。およ、えい、お、どう、こらかしら。しばらくしたね。今度忙しくってね、お仕事。いえ、そうじゃねえんだい。もう、バカな話なんだよ。お棚のお嬢さんが患っちゃってね。これがいくら医者に見せてもわからねえってんだよ。もう大旦那なんざもう大変な騒ぎだ。いろんなところからね、お医者様はね、紹介してもらって。で、見てもらうんだけれども、どうしてもわからねえ。ね、ところがね、今からね、3、4日前にね、そのお医者様が見立てて、これは気の病。誰かに聞かせた方がいいってんで、宿下がりしているバーヤを呼んできて聞いてみたら、これは恋煩いってんだよ。恋煩いだったらその相手と一緒にさせりゃいいんだ。どうしたんだってわけ聞いてみるってと、なんだかね、お茶の稽古の帰りに清水の観音様へお参りして、で、それが終わってから掛け茶屋へ入ってったら、自分の座ったその目の前にね、どっかの若旦那風のいい男というのが座っていて、もうそれでポーッと来ちゃったらしいんだね。それ持って立ち上がって出てくる、自分の膝の上に乗っけといた茶袱ってやのを落っこした。気がつかなかったんだけど、それをそのいい男の若旦那ってやのが拾って届けてくれた。いい男ってのは何してもね、得なもんだよ。もうそれお嬢さん受け取る時にはね、バラッと震えてね、もう3日3晩震えが止まらなかったってんだ。それから帰ってきてからてもな、もうとにかくね、何にも喉を通らないね。おまんまが通らない、おかゆが通らない、雑炊が通らないね、思いが通らない、水が通らない、お湯が通らない、電車が通らない、バスが通らない、もうこんなに細くなっちゃったよ。
もう大変なさい。ね、うん。なんとかして探さなくちゃいけない。それをなんとか見つけよう。そのわからんなだぞ。わからんな見つけるんだよ。見つけたものには褒美として100円やるからな。ってんで、まあ、100円にみんな目がくらんじゃってさ、出入りのものだってなんだってみんなもう目の色変えてダーッと探して歩いてるんだ。俺もなんとか見つけて今100円あら助かるんだよ。で、もうあんまり忙しくてね、家にも入らねえし、家も当たらねえんだよ。弱っちゃったよ。大変ですな。で、なんですか？何か手がかりがあるんですか？その手がかりってのはバカな話にくだらねえんだよ。そのお嬢さんがね、なんだか知らねえけれどもね、歌をね、半分ばかりに、短冊に書いて、その若旦那ってのに渡したってんだ。それが手がかりだって。その歌の文句書いてもらったんだ。変な歌、これね、瀬を早み岩にせかるる滝川の、割れても末に、あんとぞ思って、こんなつまらねえ歌、ねえ、で半分やりくしてわからねえね、若えもんてえな、ねえ。三軒長屋、三軒長屋。なんだこれ。なんか妙なものが出てきちゃったな。三元漫画やった。おい、何をするんだ。おい、話せ。話さない。こんなところに三元漫画やがいた。おめえを探さんがために俺はもう毎日足を棒のようにして歩いて、今日だって夕焼に20軒とこやに36軒、顔なんかピリ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 しちゃってる。証明やっと見つかった。おめえの出入り先のお店のお嬢さんに用があるんだ。瀬を早み岩にせかるる滝川の。ちょっと待て。そう、妙な歌をおめえが知って、おい、それってと何か、おめえんところのお店の若旦那がその短冊を持ってる。100円やろめだ。なんだなんだじゃねえ。そう、さあうちのお店に来い。いや、お前がうちのお店に来い。おめえがこっち来い。おめえがちょいた。おい、二人して何してんだい。危ないよ、そんなところで話せばわかるんだからさ。取っ組み合いをして危ないってんでしょうがない。おい、ちょいと、おい頭やめとくれっての。あったあった、ほら言わねえこっちゃねえや、まったく。どん、なんだいかしら、川に割っちゃったじゃないか。なに、親方心配するね。割れても末に変わんとぞ。もよく楽屋で仲間同士でいろんなくだらない話してます。でもたまには真剣に考えることも随分あります。おめえ酒と女とどっちか取れたらどうする？なんてなこと言われるとみんなち。あれは本当に考えるんですね。よく世間の奥様方がご自分のご主人に向かって言う質問で、やはりもう本当に考え込んで弱っちゃうのは、私と仕事とどっちが大事ってよくある。私なんかも言われたことありますけど、どっちだろうなと思って一晩中考えること酒と女団というものはやっぱこれつきもんですから、それはやっぱ真剣に考える。酒ね、女、どっちか。今日はね、いや今日ってのはダメな、今日はそういうのなし。どっちか取れったらどうするよ。そうだね、やっぱり酒だね。酒飲んでから女取るなんてんですね。中にはずうずしいのがいます。まあ酒、女、博打、いろいろです。これはまあつきもんで、酒を飲んだ勢いでもってなんかこう、悪さに手を出す。あるいはちょっと、ご婦人のところに行くなんというようなことで。で、大概まあ昔から言うサンドラ煩悩を飲む打つ買うというのは、なるほどうまいものを選んだもんでね。これみんなくっついてますね。だからどうしたって一つだけというのはあんまりない。さっきも言った通り、今日はというんだと酒だけだとかご婦人だけとかってことは言えるね。
もうゆんべ散々飲んじゃったから今日は酒はいいよなんていうこともありますけれども、まあ、その自分の暮らしの中から酒を捉えるなんていうことはこれ大変につらい。酒を飲む豪人博士みんなくっついてうまいもんですね。そういうのが元でもって世の中をしくじるということも往々にある。昔のお職人なんていうのはもう職人課題、もう気に入らないってえと金をいくら積まれても首を縦に振らないというような人に限ってそういうものに溺れやすい、ね、世の中は狭くしてしまうなんて人は随分昔はいたもんだそうで、格ばかり偽り大きい世の中にこの可愛さはまことなりけりなんてことも言ってありまして、まあこの親御さんがお子さんを思うその気持ちというものはこれは嘘偽りはないようですな。親方打ち替え、おう、どうこら松さん、なんす、おう、ちょいとね、頼みがあってきたんだがね。ああそうっすか、へい、どうぞまあまあこちらへ。なんつへい、 あのねお前さんうちのご隠居が茶室をこさえたいって話ね聞いてたろ。へえ、伺ってますよ。あれね、私もっとずっと先の話かと思ってたんだ。そしたらね、急にこのすぐにもこしらえてもらいたい、かかってもらいたいってこう言うんだよ。それからね、ご隠居さらいきなり言われてもね、親方の方の仕事の都合もあるんですから、おいされたらいかないですよったら、じゃあこれから行ってすぐに聞いてきてくれってこう言うの。まあ言い出したら聞かないからね、まあしょうがないんでやってきたんだが、もうまるで子供だよ。どう、すぐにかかってもらえるかい。よがすよ。こっちはね、いつもお話があんのかと思って、気にしてたぐらいなんで、明日からでもかからますよ。ああそうかい、そらよかった。まあご隠居も喜ぶよ。じゃあ早速ですまないがね、これからあの木場へ木口を見に行ってもらえるかい。よろしく。じゃあお供いたします。ちょいとお花さん、すみませんがね、これからあのお太郎の番頭さんのお供で木場へ行ってきますから、留守お願いしますよ。でね、水屋が来たら亀に一回組み込んでもらって、おわしはね、亀のあの蓋の上に置いてありますからよろしくお願いします。どうも。お待たせいたしました。なんだ大変だね、出かけるとなると。みんな人にいろいろと用を頼んで。そうなんですよ。どうもね、若い自分には一人もんの方のは気が楽でいいと思ってたんですが、まあ今こういう年になってみるってとね、一人もんってのはやっぱりなんだ、やっけでしょうがありませんよ。仕方がないね、お前さんが勝手にそうしちゃったんだから。それ言われてとね、一言もありませんよ。どうしてあんなことをしたかね。しかしまあ偉いなと思うのはお前さんがあの酒を寄せたことだよ。もうちょいと早くに酒が寄せてりゃこういうことにはならなかった。よく寄せたね。寄せました。つらかったろ。俺が、それはね、つらくねえんですよ。そんなことはないだろう。好きなものをやめるんだ、みんな苦しいよ。それがそうでねんつ。番頭さんの前さんはね、かかとガキを叩き出しちゃって吉原の女うち引っ張り込んだでしょ。でこれもどっか行っちゃって足しとるっきりになっちゃったんだ。その時にね、ふっと気がついた。ああ俺はなんてバカなことをしたんだろう、こんなことをなぜしたんだろう、ちくしょうおめえ誰が悪いんだよ、おめえが悪いんじゃねえかってんでね、てめえでてめえに無性に腹が立ってね、おおその自分のこったから腹が立つってえとすぐに酒ですよ、酒へ駆け込んでってマスの隅からキャーってやろうと思って口元のところまで持ってきてふっと止まったね。足はそうだ、こいつを飲んでたがために俺はこんなバカなことをしたんだと思ったらね、ピタッとこれ止まっちゃって怖くなっちゃってもう飲めねえ。そのまんま浮いて足は帰ってきて、それっきりこっち一滴も酒飲んでませんよ。ああなるほどな、そういうもんかもしれないね。なるほどね、もうちょいと早くにそれができてりゃな、こんなことにはならなかったんだよ。そうなんさね。いやしかしね、みんな喜んでるよ。お前さんは酒を飲まなきゃ本当に立派な職人なんだ。私だって今は喜んでるぐらいだね。おかみさんと別れてどのぐらいになるんだい。早いもんでもう3年になりますよ。そうか、思い出すことはあるだろ。そうですね、まあ、あしはろくにうちに金入れねえのによく切り盛りしててくれたと思ってね、今になるってと本当にありがてえと思ったんすよ。本当だよ。あんな働き者はいやしないよ。仕事はできるしさね、ましてやなかなかの器量よしだろ。いやしないよちょいと。分かったんすよそれ。本当にいいかかあだと思ったんすわね。会いたいだろ。それはまあ会いたくねえってと嘘になります。
でさね、番頭さんの前さね、あっしは金坊に会いたくてしょうがないんですよ。おお、金ちゃん、かわいい子だったな。いくつになるんだい今年。あれから3年ですから、とになりますよ。かわいい盛りじゃないか。ねえ。ああね、どこにいるんですかわからねえ。ねえ。だったらね、かって表歩いてるんでしょ。と同じぐらいの年頃の子供をふっと見かけるって言うと、おや、あれ金坊じゃねえかな。ふっとふっと金坊じゃねえかなって、そればっかり気にしてね、いちいちその、ドキ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 するんですよ。しょうがねえもんですよ、親なんてのはね。この間もそうだよ。まんじ屋の前を取ったら、せいろからパーッと毛布が出てやんだね。ああ、そうだ、金坊がこのまんじゅうが好きだった。買ってけってやった。それは喜ぶだろうな。もしうちにいたら、もし、おう、ほら、金坊、まんじゅうだよって出してやったら、どんな面するだろうなと思ったら、思わず知らず、と涙が出てきちゃったね、あしが。そしたらまんじゅう屋の親父が人の顔を見せてね、この人はまんじゅうを見て涙をこぼしてくれる。ことによるってえと、清少公様の申し子じゃねえかなんてね。なこと言ったしたよ。そうかい、うまいこと言うもんだな。どっかいるところが分かってね。で、まあなんだよ。まあ、金ちゃんとおかみさんと二人っきりでいるんだったら、またね、話は別だ。なんとかうまい具合にね。おい、親方。ちょいとあそこをご覧。噂はすりゃ陰ってことを言うけど、あそこで子供が三人遊んだら、二人しゃがんで一人立ってこっち見てなんか言ってる子がいんだろ。あれ、聞いちゃうじゃないかい。あれ、金坊ですよ。そうだね。いやがった。いたへへへ。動いたんですよ。当たり前だよ。動いてなくちゃ困る。ちょっと行って、なんか言ってやってごらん。いえ、だって番頭さん、これから気は行きねえよ。行く先は分かってるんだ。末広さん行ってるよ。ね、であそこでもって気打ちを見てるから、お前さん後追っかけてきてくれ。ね、大丈夫だ大丈夫だよ。そんなに長いことじゃ困るけどもさ、お前さんだって会っていろいろと聞きたいこともあるだろ。だからちょいと行って、なんか言ってやればさ、金ちゃんだって喜ぶから、そしてやんなよ。そうっすか。わかりました。じゃあ、後からすぐに追っかけますから。どうもすいません。ありがとう。どうも。金坊ねえ野郎。わかんねえで、キョロ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 してやる。金坊、来ないよ。そうだ、わかるか、覚えてるかい。わかるよ。もう、なことはねえじゃねえか。おい、坊やたち、すまねえが、おじさん、ちょいと金ちゃんに話があるんだ。また、明日遊んでやってくれ。な、ありがとう。さよなら、あばよ。おう、こっち来ねえ。こっち来なよ。何かんで、しばらく見ねえうちに体操大きくなったな。お父っつぁんも大きくなったね。大人捕まえて大きくなったってやつはあるけ。色が黒くなって丈夫そうになって何言うか。おっかさん元気か。そうか、それだったね。うちはこの辺りなのか。すぐそこだよ。この先のね、八百屋さんとね、乾物屋さんの間入ってったね、あの突き当たりの吐きだめのすぐ脇にいんの。ハサミの次第、まるで。そうか。ちっとも知らなかった。で、何か可愛がってくれるか。可愛がってくれるかってんだよ。誰？だからお父っつぁんが可愛がってくれるかってんだよ。お父っつぁんって、お父っつぁんおめえじゃねえ。おら、せんのお父っつぁんだよ。後から来たお父っつぁんがいるだろ。長かんねえ話やねえ。
子供が先にできて親が後からできるなんて。ねえ、八つ頭じゃねえな、ひどいね。相変わらず口が達者だ、おめえは。じゃあ何か、おめえとおっかさんと二人っきりかまだ。え？うん、そうか。うん。で、おっかさん何してんだい？おっかさんお仕事してるよ。なんで仕事ってな。うん、あのね、よそのお家から、あの、お着物頼まれて縫ってるよ。ああ、そうか。おっかさんは針が持てたからな。で、おめえはどうしたんだ？え？学校は？行ってるよ。あたい学校行かなくていいって言ったんだよ。だからおっかさんがね、そんなこと言うもんじゃない、学校行かなきゃダメだよって。おっかの言う通りだよな。これから勉強しなくちゃいけねえ。ね、まあ、苦しい中からそうやっておめえを学校に通わせてくれんだよ。休んだりなんかしちゃいけねえぞ。いいか？うん。で、おっか、たまにはお父っつぁんのことなんか言ってるかい？うん、飲むち言ってるよ。あの酒飲みにはもう飲んだくれには手を焼いたって。ひでえこと言えやねえ。もっともしょうがねえや。あの自分にはこっちはな、のべつ幕なし、酒ばかり飲んじゃおっかさん困らしてたからな、まあ、そういうこと言われても仕方がねえ。さぞ恨んでんだろうな。いや、んなことはないよ。恨んじゃいないよ。うん、こないだもね、あのあたい学校でもってあの動物園へ連れてってもらったんだよ。してね、帰ってきたらおっかさんがお前何見てきたってこう言うからね、ゾウやトラやクマやってそう言ったら、ゾウやトラ構わないけど、クマはお前のお父ちゃんの名前じゃないか、呼び捨てにしちゃいけないよ、なんてこんなこと言ってたよ。うん、まだ脈あら、何を。そんなこと言ってたかい。そうだよ、この間ね、お父ちゃんこんなこともあったよ。雨が降ったんでね、あたいね表遊びに行かれないからお母さんのお仕事手伝ってたんだよ。そしたらね、お父ちゃんとお母さんのそも慣れ初め聞いちゃった。何よ、二人でくだらねえことを話してやるね。そうかよ、あの お母さんがお屋敷ご奉公に上がってたら、そこへお父っちゃんがお仕事に来たんだってね。で、初めのうち半襟買ってくれたり前掛け買ってくれたりして親切な人だなと思ってたら、そしたらあのお屋敷の奥様からお話があって、あのお前だっていつまでも一人でいられるわけじゃないんだから、あの人と一緒になったらどうだ、あの人は、職人として腕もいいし人間もいい人だし、お仕事はいないしあそこはいいよって言われて、それで一緒になったんだってね。よかったね、半襟は前掛け聞いたな。ねえ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 、八百屋何を釣ったって聞いてんだよ。ニヤニヤ笑って聞いて。おうかい、そんな話してるのかい。そうだよ。でね、お父っつぁんのことをね、こればかりも悪く言ってねえで。私たちはね、嫌で別れたんじゃねえって。でね、お父っつぁんが私やお前を叩き出して、で吉原の変な女を引っ張り込んだりなんかしたのもお父っつぁんがしたんじゃないんだ、あれはお酒がしたんだ、でだからお前は大きくなってもお酒なんか飲むんじゃないよ、あれはお酒のせいなんだから、ってお酒のことばっかり悪く言って、お父っつぁんのことは悪く言ってねえよ。そうかい。うん、まあ確かになんで、なお前なんざ大きくなって酒飲んだりしちゃダメだよ。え、あ、飲まない方がいいんだよな。でもお父っつぁんもあの酒酔いしちゃってな、もう3年になる。え、吉原の変な女も叩き出しちゃって、今お父っつぁん一人で一生懸命稼いでるんだよ。え、お父っつぁん一人？寂しくねえの？いや、それは寂しくたってしょうがねえじゃん。うん、でもまあお父っつぁん大人だからよ、なかったら平気なんだよ、どうってことはねえんだ。そうかい、寂しいや一人じゃ。お家おいでよ、すぐそこだからさ、おっかさん喜ぶよ。ああ、ダメなんで。行かれねえわけがある。ね。それより、あ、おめえ、小遣いやろうか。うん、送れよ。よし、ね。トラトラ、うん。そ、と、さ、手出しに。はい、どう、ありがとう。あれ？おっちゃん、これ50銭だね。そうよ。あたい、映りないよ。何？おめえにそっくりやるんだよ。へえ、驚いたな。へえ。
前はお父っつぁんさ、一銭くれってそう言ったってさ、目三角にして、たーって怒鳴ったりなんかしたの。それは黙ってても50銭くれんだな。へぇ、年は取りてえもんだ。よいよ。わかるよ、おめえ。無駄なもんに使うんじゃねえぞ。無駄なもんなんか使いしないよ。おっちゃんね、あたいね、鉛筆買いってんで鉛筆買っていいだろ。おう、構えしねえ。おめえなんだよ。鉛筆持ってねえのかよ。いや、持ってないことはねえんだよ。お母さんがね、脇からもらってきてくれんだ。もう使いかけのこんな短いやつね。で、それ、使ってるうちに短くなってくるから、しょうがねえからこう削んだろ。また短くなっちゃう。今ね、こうやってやってね、先っちょのところ持って手の中で踊っちゃうんだよ。だからお母さんに、鉛筆買ってくれよってそう言ったらね、何言ってんだよ。贅沢なこと言うんじゃないよ。芯のあるうちは鉛筆は使えんだからってこう言って買ってくんねんで、こんなみんな短けんだよ。だからこれであたりね、長いやつ買うんだよ。いいだろ。ああ、いいよ。そういうもんだったらどんどん買いねえ。なあ。その代わり、いいか、お父っつぁんにもらったってことは内緒だよ。うん、どうして？まあ、どうしてでも何でもいいから。いいか、お父っつぁんにここで会ったということも内緒だ。うん、まあ、今ちょっと具合が悪いんだ。いいか、うん、その代わりおめえにそれやるんだ。およそのおじさんにもらったってそう言ってきね。いいか、うん、おう、もうちょっとこっち来い。なんだこれ。俺はさっきからここにおめえ墨でもつけてんのかと思ったら、なんでそれ傷じゃねえか。お前男が向こう傷なんてお前転んだのか。これかい。そうじゃねえんだよ。これね、この間この先にあの伊藤様って大きなお家があるんだよ。そこの坊ちゃんと一緒にね、あたい駒増してた。あたいの駒が聞いたから、あたいが勝ったって言ったら、その坊ちゃんが俺が勝ったってこう言うんだよ。いや、あたいが勝ちましたよったら、俺は勝ったんだっていきなり駒で持ってあたいのコントロールをプシーンとぶったんだよ。ったらね、皮が破けて血が出てきちゃったから、痛いからあたい泣きながらうち蹴ってったんだよ。したらね、その時はおっかさん怒ったよ。いくら父親がいないからってこんな乱暴なことをするやつあるか。こんなことをされて黙ってたら今に何をされるか分かんない。どこの子がやったんだか、おっかさん掛け合いに行くからそいなってこう言うから、伊藤さんの坊ちゃんがやったんだったら、じゃあ痛えだろうけど我慢しろってんだよ。なんだよ、白状なこと言うじゃねえか。どうしてだよ。伊藤様からいっぱいお仕事もらってんだってさ、こんなことで掛け合いに行ってね、でそれっきりお仕事は来なくなっちゃったら、お前と二人で路頭に迷わなきゃなんない。それを思ったら痛いだろうけど我慢をしようってこう言って、でその時にね、こんな時にあんな飲んだくれでも言ってくれたらどんなに助かるか知れねえってどっちゃんのことそう言ってたよね。だからお父っつぁん、おち行こうよ、すぐそこだからね。お父っつぁん行こうよ。まあ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 、まあまあ、待ってくれ待ってくれ待ってくれな、ね、すまねえすまねえね。まあ、俺がバカしたおかげでおめえにまでしちゃって迷惑かけちゃって本当にすまねえね。勘弁してくれ、ね、お父っつぁんのこと許してくれよ。いいか、うん、な、そのうちによ、ね、うめえ具合に話運んでったら、俺は なんとかするから、しばらくの間辛抱してくれ。え、うん、ね、悪かった悪かった、うん、泣くんじゃないよ。え、本当に男のくせに泣くんじゃねえ。お父っつぁんだって泣いてるんじゃねえか。お父っつぁんはね、目から汗が出てるだけの話で、ね、本当に、うん、はあ、もう、おおめえうなぎが好きだったな。え、うなぎ近頃食ってるか。うん、顔も忘れちゃって。じゃあおめえにうなぎ食わしてやる。え、いやいや、今日じゃねえよ。今日はこれからな、千葉まで行かなくちゃなんねえんだ。え、うん、お田の番頭さんが先行ってるんだよ。え、俺は追っかけてすぐに行かなくちゃなんねえ。今日はダメなんだ。明日な、昼時分にここでまた会おうじゃねえ。え、であそこにほら角にうなぎ屋がある。あそこに持っておめえと一緒にうなぎ食おうな。どうだお父ちゃん、ほんとかい。うん、で、あのお母さんも連れてっていいよ。ダメだ、お母さんダメなんだ。え、今いいからよな。いいな、うん、小遣いもらったこともいいな、うなぎ食いに行くこともお父ちゃんに会ったこともみんな内緒だよ。聞かれたらよそのおじさんって、よそのおじさんって言ったらいいんだ。分かったか。うん、じゃあ お父っつぁんもな、これからすぐに行かなくちゃいけない。先行ってるんだパンツさんね。だから、行くから、おめえも帰んな、ね、遅くなるとお母さん心配するから、もう帰んな。うん、え、ああ分かったよ。明日昼だろ、忘れるのかこっちは。うん、はい、分かった。あんまかけ出すんじゃねえ、転ぶからよ。
なんだ、え、あ、んで、そんなとこか、あ、そこ入ってくのか、わかったわかった、おこれだよ、わかったな、大きくなるやったな、あんちゃん、何をしてんだね、もう本当にいつまで遊んでんだよ、お前が帰ってくるまでおっかさんはずっと待ってたじゃないか、本当にしょうがないね、さあこっちおいでよ、ね、お仕事手伝ってくんなきゃダメだよ、ね、うん、さあ、うん、糸を巻くんだからいいかい、まあ本当にしょうがないね、いつまでも表で遊んでんじゃないよ、ね、どん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 帰ってきておっかさんの手伝いしてくれなくちゃ困るじゃないか、そら表で遊んでたいのは分かるけど早い、どうしてお前はそうやって鼻を噛まないで、なんでそうやって進んだよ、鼻を噛みなさい、噛みなさいったって今こうやって手がさ、だから今でなくていいんだ、ほら落っことしちゃダメじゃないかさ、ちゃんとしっかりか、また落っことす、ちゃんとかけるの、原稿握ってるからいけないんだよ、ちゃんとこう手を開いて、こうやって自分で持ってこうやって動か、手を開いて、お前どうしたのこのわし、痛いんだよ、どうしたのって、もらったんだよ、嘘をつくんじゃないよ、嘘をつき、一銭や二銭のおわしだったらくれないこともないけれども、五十銭なんておわしを子供にくれる人がどこにゃ、どこにあるったってくれたんだからじゃねえんじゃねえか、返しとくれよ、お前どっかから持ってきたね、黙って持ってきたんだ、嘘だよ、盗んだんじゃねえんだよ、もらったんだからよ、で鉛筆買ったりなんかするんだから返しとくれよ、ねえこっち、じゃあ誰にもらったんだか言ってごらん、言ってごらんったって俺言えねえんだからしょうがねえんじゃねえか、勘弁してくれよか、言えない、お前とおっかさんと二人きりじゃないか、どうして包み隠すんだよ、隠し立てなんかしちゃやる、誰にもらったの言ってごらん、言えない、どうしても言えないのかい、そうかい、本当に言うこと聞かないね、ちょっとこっちおいで、話があるからこっちおいでてんだよ、こっちおいで、やで、じゃあほらお前におわしを返すから。こっちおいで。こっちおいで。それ、ほっとくれよ。ということを聞かなくなっちゃう。じゃあいいかい。ここにおわし置いとくから。ね。そこに置いてある駒誰だい。どこに。駒なんだ、あれは死ね。こっちへ。こいってな、ちくしょうめ。なんてことをしてくれたんだ、おっかさんはね、三度のものを一度にしたってお前に不自由な思いをさせたことはない、それをこんな真似して本当におっかさんは情けないよ、お仕方がない、やっちゃったことは仕方がない、ね、おっかさんが言ってちゃんと詫びを言ってやるから、どこで盗んだんだか言ってごらん、どっから持ってきたんだい、言わないか、そうまで強情を張るのかお前ら、さあでこれもらう、わかるかい、金槌だよこれはね、お父さんと別れる時にお前が風呂敷包みの中に縛ってきたもんだ、これで折檻すんのはお父さんが折檻すんのも同じだ、言わないってとこの金槌で頭たたきなるかって、そんならそうと早く言いやいいじゃないか、バカだね、どうだったの、表のところで会ったんだよ、
なんだろう、相変わらず酔っ払って汚い格好してフラフラしてたんだろう。そんなことはねえよ。お父さんもう酒やめて3年になるんだって。綺麗なお着物着てたよ。反転だっていっぱい綺麗なの重ねて着てたよ。で、あたいにお足くれた時だって随分なんか腹開けの中でちゃん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 落としていっぱいお足持ってたみたいだったよ。そうかい、あの人がね、お酒さえやめてくれりゃ。そう、よかったね。うん。で、おっかさんのことなんか言ってなかった両方で同じ夢って言ってやんだね、言ってなかったかい。あのね、そう、明日ね、お父っつぁんがね、うなぎ食わしてくるってのは、あの角のうなぎ屋さんで、行ってもいいかい。はい、いいと思う。あくる日になるってえと、女親は嬉しいもんですから、小ざっぱりしたなりをしてすぐに出してやる。自分も気になってしょうがないもんですから、しばらく経つってえと我慢がしきれなくなって、兄弟の前へ座って鼻の頭をポンポンポンなんてでちょいと叩いてね、で新しい反転かなんかを引っ掛けて、うなぎ屋の前を行ったり来たり行ったり来たり行ったり来たりしてね、あのごめんくださいまし。はい。あ、なんです。うちのあの金棒、ああ、どっかの親方とね、二階に見えてますよ。え、どうぞご案内。どうも、あいすいませんです、いつも。あのちょっと金坊や、ちょっと金坊や。え、あ、おかん、お父ちゃん、おかさん来たよ。おい、言うな、ついたじゃねえか。ふんわりじゃねえか、来ちゃったんだから。おかん、ここだここだ、上がっといて上がっといてよ。まあお前はやだね、水しだくの人とさ。ねえ、知ってるくせにやんなかって言うんだよな。上がっといて上がっといてよ。お父っつぁん、ちょっと呼んでやんなよ。おっかさん、上がっといてってんだよ。お父っつぁん、呼んでやんな。決まり悪がってんだから呼んでやん。お父っつぁん声かけてすぐに上がってんだからさ。ねえ、ちょっと上がっといて。お父っつぁん、呼んでやんな。上がっといて、呼んでやんな。もう世話やっきれねえな。この子がお小遣いをもらったり、それからうなぎをごちそうになるって話を聞いて、お礼を一言言わなきゃいけないと思って、どちら様かと思って伺ったんですが、まあお前さんでしたの。元気で何よりでございます。お久しぶりでございました。どう、いや、あのね、昨日そこでもってあの金坊に会ったな。うなぎ食うかったら食いてってんね。じゃあ明日ここでうなぎ食おうじゃねえかってんでね。うん。おかわり、おっかさんには言うなよってそう言ったんだ。本当に子供なんてのはしょうがねえもんで、すぐに喋っちゃうんだろうね、本当に。うん。いや、あの昨日金坊にそうだってね。うなぎ食うかったら食うってから、じゃあ食おうじゃねえかってんだね。うん。おっかには内緒にしとけよって言ったら、子供なんてのはしょうがねえもん、すぐに喋っちゃうな。やっちゃえんたい。昨日そこで金坊に、なんで、お父ちゃん同じことばっかり言ってんねん。どう、すまねえ、すっかり面倒かけちゃって申し訳ねえや。こいつをここまで女で一つで育て上げんだ、なんて言ってのこっちゃね。あ、俺は改めて礼言うよ。ありがとう、この通りだね。それから昨夜俺はよく考えたんだけど、やっぱりこいつを片親で育てるってのは誠に具合の悪いもんだな。うん、こっちからこんなこと言えた義理じゃねえんだけど、まあ、この野郎のために今までのことは水に流して、どうだろう、また一緒に暮らしちゃいけねえかね。まあお前さん、嬉しい、嬉しいよ。ありがたい、本当にありがとう。いいえ、そんなことはお前さんこっちからお願いすることだよ。まあ金ちゃんよかったね、またお父ちゃんと一緒に暮らせるんだよ。ねえ、お前さんとはもう二度と会えないと私は思ってた。ましてや一緒に暮らせるなんてそんなこと考えてもみなかったよ。ねえ、だけどこの子がいたおかげ、子は夫婦のかすがいってが全くだね。あたいがかすがい、それでおっかさん金槌で打つって言ったんだ。